分のセクシュアリティをカミングアウトできなくて、自分の当たり前を増やしていくと自分ができることが増えていく。おお、すごい。あ、すごいスタイリッシュな方がいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。はじめまして、篠原里奈と申します。西村幸三です。今回私が会いに行ったのはミスユニバースのメイクなども担当する世界的なプロメイクアップアーティストであり、浄土宗のお寺の僧侶でもあり、そして LGBTQ の当事者として発信も行っている西村幸三さんです。日本にいるタイミングっていうのはどれぐらいなんですか？はい、今コロナで、はい、アメリカの仕事が結構キャンセルになったりしてしまったので、はい、日本に、結構いるんですけど、はい、西村幸三さんはセクシュアリティのことであったり、キラキラしたもの、可愛いものが大好きだった。それをなかなか言えない環境に子供時代はあったと。それがある種の生きづらさでもあったということなんです。ここはあくまで、はい、ここで美容のレッスンとかやったりしています。ああ、ここで、はい、素敵。私自身もみんなで一緒に外で遊ぶとか、そういったタイミングでなぜか別のことをしたくなってしまったり、勉強がとても好きだった中学生の時にテストの点数100点だったんですけど、それを見て、え、何この点数、気持ち悪いって友達に言われて傷ついてしまったり、みんなで生きていくということの生きづらさというか、そんな中で個性をちゃんと生かして愛して生きていくにはどうしたらいいのか、その道を切り開いてきた西村幸三さんに伺いたいと思います。失礼します。もうちょっと前に来れますか？はい、これで今度はこっちに向いて、はい、目上。最初にミスユニバースにメイクをするっていう風になったのはどういうきっかけだったの？あ、私ね、アメリカに留学したってさっき言ったじゃないですか。で、その時にお友達もなかなかできなくて、あ、これは自分の人種のせいで文化も違うし、なんかこう仲間に入れてもらえないのかなって思ってたんです。で、自分のその顔の造形とかを、うん、すごく嫌っていて、でも2007年にミスユニバースで日本が優勝したんですね、はい、で、日本人ってダメだと自分の中で思ってたので、うん、あ、日本人じゃなくて私が自信ないんだなっていうことを思って、で、ミスユニバースってどんな大会なんだろうって興味を持ち始めて、で、私もその自分の表現を学べばもっと自分が好きになれるかもしれないな。それで、ミスユニバースで働いていたメイクさんのアシスタントに入ってチームに入れてもらいました。でも、なんて言うんでしょう、その一回自信を失っちゃった時に、はい、そこで次があるっていうのがすごいなって。ああ、でも私はもうこれを間近で見られなかったら私自身憧れるだけで終わっちゃう、うん、実際どんなんなんだろうって知りたいと思った、うん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 、私小さい時プリンセスとか大好きで、はい、ミスユニバースも憧れてはいたんですけれども、うん、まあ自分が男性であるっていうことで出られなかったというか、うん、で2018年ミススペインはトランスジェンダーの女性が代表で戦われたんですね、はい、私のなんか夢を叶えてくれた人がいる、そしてその人にメイクができるっていうのがすごく意義のあることだったなって今でも思いますし、うん、じゃあ完成です。わー、おー、
すごい、自分じゃないみたいです。すごい、めちゃめちゃテンション上がっちゃいますね。メイクってすごいですね。本当になんかメイクってどういうツールなんですか、そのコードさんにとって。自分の行きたかった方向に背中を押してくれる、こう見えないこう両手のような気持ちかな。鏡を見て驚きました。これは本当に自分なのかなと。やっぱり普段しているメイクは自分のここを気に入らないからこういう風にカバーしようとか、そういう方向に意識がいってしまいがちなんですが、コードさんにしてもらったメイクは自分のいいところ、自分の特徴みたいなものをものすごい増幅して高めてくれるような、そんなメイクでした。わあ、また、素敵ですね。素敵です。さっきメイクしていただいた時に思ったんですけど、個性を表す手段としてメイクだったりお洋服だったりっていうのがあるんだなと思ったんですけど、ご自身のこう個性みたいなものって前々から小さい頃からずっと意識をされたんですか？そうですね、小さい時から好きっていう気持ちはあったんですけれども、周りの人にどう思われるかなとか、そういったことで自分が本当に好きな洋服は着れなかったことも多かったと感じています。そこでやっぱりここじゃなくて私はもっと個性を発揮できる場所があるなっていうふうに思えた。そうですね、私がアメリカに行った理由は自分が自分らしくいたい、まさか自分がおしゃれをしたりとか、まあ、メイクの同僚とイベントやパーティーに行ったりするってことは全然想像していなかったんです。そうなんですね。はい。なんですけれども、いろんな人になれるっていうことは、自分の可能性を今までのものから広げてくれることだし、それは洋服だけではなくて、キャリアとか、人間関係とかでも、今まで思ってたものだけじゃなくて、そのおろおろしたり、そわそわするちょっと不安な感じがあるけれども、それこそが成長なのかなって私は感じるようになったので、例えばお友達とか、そういうところとの関わりで徐々にそっちの方が楽しいよねってやっぱりなったってことですか？私自分のセクシュアリティをカミングアウトできなくて、その時はいつも言いたいことを心に秘めていた、阻害されたくないか。だけれどもお洋服もそうだし、発言も自分が思っていることをそのまま言えるってすごく、なんか心の窓が開いて、風がそよ風が吹いているように、とても自由な気持ちがして、自分が例えばその新しい世界に飛び込んで、そこでわっ自分と違う価値観だって思った時に、そこでとどまっちゃう人が多い。私は自分の当たり前を増やしていくと自分ができることが増えていくと思うんです。私の、まあ、価値観、今までの環境ではこれは言っちゃダメだったけれども、違う文化ではこういった習慣があるということを知っていると、物事が解決することもあるし、自分がさらに尊敬してもらえることというのも増えたので、自分の価値観ではないところも学ぶことによって自分が楽になる、自分ができることが増えるといった利点があると思います。もともとは僧侶ということについてはどういうふうに思ったんですか？私、僧侶についてのイメージはすごく悪くて、つまらなそう、真面目そうで、大学卒業した後に僧侶になる選択肢もある、そういった時に知識を持った上で判断したいと思って、それで修行に入ったんですけど、まあ、そのきっかけは母がピアニストで、モーツァルトのことを批判するのであれば、モーツァルトをちゃんと弾けるようになってから言わないと、それこそ偏見でものを言っていることになるので、じゃあ私は仏教の歴史とかお経の意味とかどういうふうに
説明しているのかということを学んで、その上で判断しなきゃと思って、それで入ったんです。うん、私自身はすごくやっぱり世の中の価値観みたいなものをすごく気にしてしまって、はい、それはまあ今の職業としてもそうですし、例えば学校の中でみんなと自分が違うとかっていうことで何か言われて、私の場合はそのガリ勉だって言われて、そのトラウマみたいなものを乗り越えて自分の良さを認める、自分の良さにちゃんと気づくっていうか認めてあげるためにはどうしたらいいのかなって。私は自分ができることを自分のために使うのではなくて、うん、他の人のために役立てようという気持ちを持つことによって、うん、自分の良さを認めてあげることができるのかなと思いました。うんうん、例えばじゃあガリ勉って言われて嫌だったかもしれないけれども、はい、でも私がすごく多くのことを覚えて、じゃあお医者さんになって的確な、うん、薬を処方することができれば、自分がまあ賢いから多くの人を助けてあげられる、そういうふうに、自分が捉えれば、 ありがとう、私はこの能力を生かして他の人も救いたいと思ってるからっていうふうに言うこともできると思うんですね。一個質問があります。はい、とても勉強が得意なんですね。ありがとうございます。なんかちょっと楽になった感じがします。気持ちが。ありがとうございます。失礼します。高堂さんとお話をしてインタビューをしているんですけど、なんだかお話を聞いてもらっているような感覚になりました。特に若いうちとか小さい頃というのは自分の周りのコミュニティしか見えなくなってしまって、その中での反応だったり自分に対する言葉がそのまま自分かのように思えてしまう。でも自分っていうのは自分が決めるもんだ、人が決めるものではないんだなってものすごく力強く背中を押してもらいました。だから素敵にメイクしてもらったまま、ちょっと一回出かけてみようかなってちょっと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。